出れなかったので、そう、お疲れ様です。これありがとうございました。なんとか元気になりました。元気なんかわかんないですけど、まあまあまあ、初期状態よりかは元気になりました。ありがとうございます。こんばんは。皆さんも気をつけください。ああ、ただいま、おかえり。ただいま、なんとかね復活しました。で、斜めってるのちょっと気になるよね。おめでとう、ありがとう。タコね、これありがとう。タコ思ってた。そういう市民と今日初スキャンダラス一緒にした。すごく会いたいんです。どこ住みかな。大阪とかやったら、あの公園ね、ナンバーで公園やってるから会えるし、いつでも会えるし、で、私ね、関東とかやったらちょくちょくね、関東でイベントもやってるんですよ。今度の9月21日土曜日の日比谷や野外音楽堂でもライブをねさせていただくんですけど、そこにもいますし、またね、シングル30枚目シングルの発売が決定したので、その多分イベントもねまたあるから、その時も多分あるんじゃないかなと思ってるよ。思ってるから、よかったら。ちょっとね、九州とかはねまだ行ったことなくて、イベントとかで行きたいなと思うんですけど、またね、だからまた握手会とかあると思うので、よかったら会いに来てね。会いに来てね。ボブ、ストレートボブでした今日。二重パッチリ痩せたからかな。あ、嘘、全然痩せてない、ライブとかありません。ボブなんです。もうちょっと伸びちゃった、もうちょっと切ってもいいかなって思ったね。ちょっと疲れて、ちょっと疲れちゃった。久しぶりに外出て運動という運動をしたから、ね、あのちょっと疲れちゃった。ちょっと疲れちゃって頭回ってないの、ごめん。ただそれだけ。でもね、今週末ねオンライン話し会もあるからね、頑張らせていただきます。そう、病み上がり公演、なんか病み上がり公演とか聞いたらさ、逆上がり、こう病み上がり逆上がり声、なんかダジャレみたいと思って、ダジャレみたいと思って言ってましたね。はい、逆上がり声やったら病み上がり逆上がり声やなと思って、はい、考えてました。そう、青春ジャンプ当初ね予定してたポジション、じゃ一番最初初披露の時がもともと7番手で出るよってやったから、そっちでやってたんですけど、あの今日はねポジション変わってるから、そのだからなんていうの、変わってるからちゃうくてちゃうくてちょっと焦りました。
そう、ほんまにケイトさんには感謝しかないですね。もうモバメ言った通りですね。もうね、前髪切ってないですよ。なんか外で子供の声がする下手でした。青春ジャンプ髪っていくことあるのかな。初見です、ありがとうございます。こんばんは。ごめんね、あのほんまにあの今声がこれぐらいしか出ないんですすんませんね。そうごめん。そうすごいありがとう。あのライブにねやりたかったから、ライブにライブに実は可愛くいたかったからライブ用にやってんけど、あの爪伸びるの早すぎてもう切りたいもう切りたい、ちょっと切りたいなと思って、ちょっと限界やわ長さ、ちょっと切りたいそう可愛いのシンプルめ、ちょっとだけバーツついてる可愛いの。でもね実際ちょっとラメ入ってるんですよ。こう見たらマットやけどちょっとラメ入ってる、ちょっとキラキラするんですね。だから可愛くしたんですけど、それの形綺麗やった、整えてもらったからね。でももう切りたい、ちょっと長いの得意じゃなかったなんか切りたての時がちょっとなんていうの、長めに切るじゃないですか、爪の形整えるから。その時はちょうど良かったんです、あの伸びた時の長さみたいな、ちょっと待ってなんていう長さ正解なのかな。そう良かったんけど、あの今は伸びた時何最大限伸びたを超えたからやだ切りたいでもせっかく可愛くしたからもうちょっと抜けつけとく、それだけあれが動くかなと思って遊んじゃった、すいません。最近ね日本語が出てこなくて、あの日本語がね出てこなくて、その最近出てこなくなった言葉が、あのみたらし団子みたらしが出てこなかったです、日本語。下がるっていうか、下がるっていうか、なんか後ろ行って戻る怪しない、え、あ、そうでもそう、めちゃくちゃ声が入る、わー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 、変えようかな、場所変えます、ちょっと失礼します。音はい、来れました、部屋移動完了。腰バキバキなっちゃった、そう日本語出てこないんです可愛い可愛いじゃないですか、みゆさん腹筋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 、みんな知らんの、え、知ってます、あ、言った、言ってないです、言ってない、はい、でも腹筋です、腹筋やな腹筋です、可愛いです、みゆさん今日声終わりねあの声終わりにね、みゆさんなんていうの、反省会終わった後にみゆさんが座ってたんですよ。でなんか分からへんけど、え、ほんまに自分の気候なんですけど、あのみゆさんが座ってる周りのうちもずっとぐるぐる走ってました気づかない、でも最初気づいてなくて、みゆさん
途中から気づいて一緒に走ってました。意味から変更通り走りましたね、はい。こうミユさん座ってるじゃないですか。この周りを自分がゴルゴル走ってました。なんか走りたくなっちゃって。あー変なの。はい、こんばんは。こんばんは。はじめまして。そう、ミユさんの周り開けました。ありがとうございます。そう、走りたかったから走った。そうで気づいて一緒に二人で走ってました。ぐるぐる回ってましたね。変なことしてました。はい、そうぐるぐる回るとバタイン、あれやん、あれやん、名前出てこやへんね。トラやろ、トラと少年が走るやつじゃなかったっけ。あれトラか、走ったらバターになるやつ。ちびくろジャンボ、そんなんやったっけ。そんなんやったっけ。なんかトラがね走るやつ。足がバギバギになってますね。リリー初めて聞けた、よかった。そうリリーなんです。あのあれハートエレキのニックネーム。日本語難しい。ちびくろサンボ、わかんないよ、わかんない。そんなんあったっけ。ちびくろサンボか、懐かしい。ありましたね、そういうの。まあまあ、あ、放送禁止なん？ちょっとあかんやん。あかん。ちょっと、じゃ聞かなかったことで。見たらし団子ね、あんま出てこなくて、お母さんこれなんて言うんだっけみたいな、なんやっけみたいな、なんて言ったっけこれって言って、それを3回ぐらい聞き返してました。もうです、もう。もうね、終わらないといけないんですけど、家にみたらし団子あることないですか。あ、私ね、左足だけ今虫刺され4箇所あるんです。悲しい、悲しいね。あくびです。今日まつげね、タバカン頑張って作ったんですけど消えました。はい、最近そう左足だけ何外出れるようになったから、ちょっと散歩しようと思って散歩したら刺されました。あ、15分経ったってことでちょっと終わります。ごめんなさい、終わらなければならない事情があるんで終わります。13位、日賀直さんありがとうございます。12位、ナオキックさんありがとうございます。11位、日高浩二さんありがとうございます。10位、終わりなき旅さんありがとうございます。ああ9位、カルちゃんありがとうございます。8位、ふたばさんありがとうございます。7位、ゆうさんありがとうございます。6位、こたさんありがとうございます。あれ読んだ。5位、ニッカさんありがとうございます。4位、ユニコジさんありがとうございます。3位、テレヤシさんありがとうございます。2位、しんのすけさんありがとうございます。1
ちーけんちゃん何倍さんありがとうございます。じゃあねありがとうございました喉がすがすですいません。じゃあ終わろうと思います。おやすみなさい。ありがとうございました。またね、おやすみ。